50周年を記念したラッピング電車ドラえもん号が10月8日木曜日から運行しています。ドラえもん号未来へ出発、どうぞ。運行初日の10月8日にはドラえもん号お披露目セレモニーが上石神社両基地で行われました。このラッピング電車ドラえもん号は50年先も100年先も未来に向かって前に進んでいこうという思いを込めて名付けられています。外観のカラーはドラえもんのカラーブルーのラッピングが施され、車体前面と一部のドアはドラえもんの顔を見立てたデザインとなっています。またドアステッカーもドラえもんのイラストが描かれています。先頭車の側面には記念ロゴが表示されています。内装はあちこちにドラえもんが登場し、座席の背もたれには4次元ポケットが描かれ、袖仕切りには秘密道具を使っているドラえもんを一コマ漫画的にあしらっていて目を楽しませてくれます。貫通扉はどこでもドアをイメージしています。子供から大人まで幅広い世代の人々に愛されているドラえもん。この電車は10月8日木曜日から当面の間運行され、3万系の1編成が新宿線、拝島線、多摩湖線の萩山から西武遊園地間を運行します。